はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの4問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は面積比ですね。まあ、これをやりたいがための動画となっております。で、まあ、そこに行くまでに、まあ、1番、2番、いつもの流れを解いていきましょう。で、あいつが y イコール ax 二乗なんで、まあ、書き込んでいこうか。y イコール ax 二乗。いつも言うように、ここの情報はね、できる限りも向こうに全部書き込んでしまうと。で、a が4のマイナス8ですね。これ右がね、多分ギリになっちゃうんで、ちょっと上でいい ?4 のマイナス8と。で、B で交わって、で、B の Y 座標がマイナス2。B はマイナスで、ごめん。Y 座標だけ分かってるっていう感じだね。で、Y 軸上に点 P、まあ、0の P があって、それまあ、後で使うから、まあ、P あるしね。置いときましょう。で、P は負っていうのが入ってると。じゃあ、まず A 求めたいんですけど、まあ、いつもの流れですね。これ求めたいと。そしたら、こっちまだ使えないんですけど、B は。こっちは4のマイナス8が揃ってる。で、それがね、ちゃんと関数の上に乗ってるから、じゃあ代入しちゃおうぜってことで代入します。で、今回は、回答書く欄がめちゃくちゃ狭くなってるので、ちょっとかなりね字ちっちゃく書くんですけど、あのパソコンの方見にくかったら全画面表示でお願いします。で、 Y のとこにマイナス8ですね。マイナス8イコール X のとこに4なんで、2乗して16になります。こうなるね。で、両辺16で割ると A イコールマイナス16分の8、約分するとマイナス2分の1となって、これで終了です。で、情報更新されましたので書き直しておきましょう。マイナス2分の 1x2 乗。だ、こういう問題でちょっと怖いのは、1番で間違えるとこの A 使って解くことが多いから、ここつまずくと全部つまずくんだよね。だからまあ大体、まあそうじゃない時もありますけど、でも基本的にはこの1番とか、まあ2番もそうですけど、簡単なんですけど、ちょっと気をつけて計算ミスしてないかなみたいなチェックをしながらやってください。では2番いきます。で、2番は直線 AB の式ですね。で、 AB の式を出すためには A と B の座標が必要になります。で、 B が出てないんですよね。じゃあ出しましょう。じゃあどう出しますかって言ったら、B はこの関数の上に乗ってるから代入して OK。で、Y だけ分かってるから、じゃあ Y だけ代入してみようっていう感じ。ここにやっちゃおうか。Y 代入すると、マイナス2イコールマイナス2分の 1x2 乗。両辺にマイナス2かけます。このマイナス2分の1が邪魔なんでね。そうすると、x2 乗イコール4ですね。で、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。で、プラスマイナスルート4なんですけど、ルート4って2と一緒だから、プラスマイナス2になりますと。で、プラス2とマイナス2っていう答えが出てくるんですが、今、これどう見ても X 座標、負だよね。左にあるから。だから、ここの座標は、マイナス2のマイナス2と。いいかな?こうなります。で、分かったから、じゃあ、直線の式って Y イコール AX プラス B ですよね。それに、これと、これを代入して、連立やったら OK だよっていう感じ。流れとしては。ただ、このテスト対策の動画のシリーズでね、一応その技を1個紹介させてもらったので、今回それを使っていきましょう。いいかな?あ、どっちでもいいんだけどね。あの、いつも言うけど、俺は連立の方が好きなんだけど。傾きの出し方は、関数、二次関数がこれです。で、交点2個、AB ね。その交点があった時に、そこの X 座標を使うんだよね。マイナス2と4。これを使っていく。で、どうやるかっていうと、傾きは、このマイナス2分の1、X 2乗にくっついてる数字、かける、X 座標を足したもの。つまり2ですよね、今ね。だから2をかけるから、マイナス1と傾きわかります。で、切片。切片は、このマイナス2分の1、x2 乗にくっついてる数字の符号を変えたもの。2分の1かける x 座標をかけたものになります。マイナス8だね。つまり、これ約分してマイナス4とわかります。下ちょっとギリかな。でも冷たいんだよね。これちょっと詰めていい。だから答え、y イコールマイナス x マイナス4と。入ってるかな?あ、入ってるね。
これが答えになります。ちょ、口説明になっちゃいましたけど、普通はっていうか、本当は y イコール x プラス b、 これが直線の式です。で、マイナス2のマイナス2を通るから代入してマイナス 2a プラス b、 あと4のマイナス8も通るからマイナス8イコール 4a プラス b っていう、この連立を解けば同じように答え出てきますんで、どっちでもいいんですけど、まあ、せっかくなんでね、こっちでやらせてもらいました。よし、ということで、ここまではいいんですよ。ずっとやってきてるからね、テスト対策で。で、こっからです。行きましょう。面積比。三角形 OAB と三角形 ABP の面積比が1対3となるとき、P の値を求めなさいという問題。で、このタイプの問題なんですけど、アプローチの仕方、解き方っていうのが主に2つに分かれます。で、今回両方紹介します。で、自分に合った方で使ってください。できれば両方理解してほしいんですが、欲張らないんで、そこは。いいかな。じゃあまず OAB からいきます。 OAB からね。で、 OAB はちょっと待ってね、ここですよね。で、この面積の出し方っていうのはね、前もやったように、軸で切れるときは軸で切る。だから Y 軸で今切ることができるんで、ここで切って左と右に分けると。で、今ちょっと書き込むの忘れちゃったんだけど、直線の式が出たから書きますよね、情報を。てか、まあ、汗だくでごめんね。ちょ、後ろ姿とか申し訳ない。で、直線の式が出たら、切片は書き込みましょう。マイナス4だから、ここマイナス4だね。座標がね、切片。対応するからさ。で、そうすると、ここがマイナス4なんで、底辺ここにします。底辺は基本的に軸を使う。Y 軸か X 軸ね。Y 軸を底辺にできるから、座標はマイナス4なんですけど、長さは4になります。長さにマイナスはないからね。ってことは、いきましょう。3番。まず三角形 OAB を出してしまいます。で、底辺4なんで、底辺かける、左からいくよ。高さはこの部分ですね、ここ。ここは B の座標を使って、マイナス2のマイナス2。まあ、ここマイナス2って言ってるから、まあ、長さは2になるけど。2個離れてるから、高さは2になる。で、絶対忘れずに三角形だからかける2分の1。足す、右行きます。底辺は同じく4です。ここ使ってください。で、高さは、ここですね。底辺がこの部分だったら高さはここになる。で、ここの A の座標は4のマイナス8です。4のマイナス8。つまり長さ4ね、ここは。だから高さも4なんで、4かける2分の1とこうなります。で、こことここをそれぞれ計算、まあ、約分しながら、ここで4ですね。で、ここが8になるから、4たす8で、三角形 OAB は12って出てきます。いいかな？で、1個目のアプローチの仕方は、面積比が1対3なんですよ。OAB 対 ABP が。ってことはさ、ちょっとここをじゃあどうしようかな。ABP の面積を S とかって置いていい？そうすると、OAB、これ今12だよね。12対、その S、三角形 ABB の面積ね。イコール1対3だから、こういう比例式ができる。で、比例式は中中外外で掛け算するから、中中すると S、イコール外外で36ってわかります。ってことは、三角形 ABB の面積は36になればいいの。今3番においてはね。じゃあ、ABB 考えていきましょう。いきますよ。ちょっとせっかくの色変えようか。ここですね。ここ。で、ここの座標がまあ0の P となってます。で、この三角形も Y 軸で切れるよね。だから、この部分を底辺って考えます。底辺。で、あと、まっすぐ縦の線っていうのは、上の座標から下の座標を引くのがルールです。長さとしては。で、今、上の座標ってマイナス4でしょ。これから下の線、今 P ね、座標。P を引けばいいから、ここの底辺は、色変えちゃダメだ。赤でいこう。三角形 ABP。まあ、S に行こうか。三角形 ABP は、底辺、もう一回言うね。上の座標から下の座標を引くから、底辺は、マイナス4から P を引いたものになります。文字を使っておくと。いい？で、左側は高さ同じですね。長いけど高さはこの部分になるから同じく2。つまり、
かける2かける2分の1です。左ね、足す右の三角形の底辺はこのマイナス4引く P で、高さは同じです。ここだから4だよね。4かける2分の1と、ちょっとめんどくさく見えるけどこうなります。で、ここを約分してカッコも消えるとして、左側はこうなる。で、足す、ここね。右はここ約分すると2が残るから、2を分配法則して、足す取っちゃうか。マイナス8、引く 2P になる。こうなる。で、ごめん、ちょっとなくてごめんな。で、これまとめると、マイナス 3P、マイナス12になりました。解いたらさ。で、今、S は36にならなきゃいけないから、つまりちょっとイコール消すね。ちょっとずるい書き方するけどごめん。これが36になればいいんです、今。いい？で、マイナス12、右に持ってって、ちょっとギーになっちゃったね。こっち行こうか。そうすると、マイナス 3P イコール48になるから、マイナス3で割って、P イコールマイナス16。これが答えになります。ちゃんと負になってるしね。P 負じゃなきゃいけないんだけど。これが1個目のアプローチの仕方で、基本的になんつうんだろう、やりやすい方というか、考えやすい方だね。そう、片方の面積出します。片方の面積出したから面積比使って、その ABP の面積も出しますと。今3倍だね。そしたら P のとこ文字置いてあるから、それを使って三角形 ABP の面積を出して、イコール36で決着をつけようっていう流れで、もう一個紹介します。ちょっと動画長くなって申し訳ないんですけど、こっちもぜひ理解できそうだったらお願いします。頑張って説明するからね。こっちは若干工夫が入ります。その分計算はすごく楽なんですけど、今赤の三角形、三角形 OAB と青の三角形、三角形 ABP がありますよね。それなんか共通してるかって考えた時に、これ高さ共通なんですよ。結局両方とも Y 軸で切りましたよね。左の三角形は高さ両方とも同じです、使ってるものが。右の三角形も高さ同じところを使ってます。ってことは結局この二つの三角形高さ共通って言っちゃっていいの。切ってるけどね。いい？だから高さが同じってことは、底辺、ここね、底辺の長さがそのまんま面積の、この長さじゃねえや、面積の大きさにダイレクトに関わってくる。つまり面積比が1対3ってことは、底辺の比も1対3なんです、今。だって、底辺が3倍になれば面積も3倍なんだから。今、高さが同じだからね。ってところを使うと、今、上の底辺、ここ4でしたよね。見にくくてごめんな。で、下の底辺の部分をちょっと文字使っておきましょう。P 使わない方がいいね。ここの長さね、底辺。これをじゃあ X とかって置いてみます。底辺をね。で、さっきも言ったように、底辺の長さが面積比とダイレクトに繋がるから、4対 X でしょ？長さ、底辺ね。4対 X が1対3にそのままなりますと。で、中外外やると、X イコール12って終わるじゃないですか。で、これ何かっていうと、つまり、三角形 ABP のこの部分。ここが12なんです、長さが。じゃあ、P の座標いくつって言われたら、4行って12行くんだから16離れてるでしょ。つまり下に16だからマイナス16じゃん、座標としては。で、終了なんです、これ。だからきっと今解説聞いてくれてる方の中で、こっちで解いた方は、いやいや、ハイジ何回りくどいことやってんのみたいな感じがすると思うんですけど、まあ理想はこっちなんです。こっちなんですが、この解き方もね、ぜひ知っておくと、まあ知って、まあ、めんどくさいけどね、知っておくと他の問題でも活かすことができるので、そう、ぜひ両方ね、把握しておいてほしいと思って、両方紹介させてもらいました。もうね、今日さ、外が36度ね、俺のこの撮影日はクーラーないからさ、ごめんね、本当に汗だくて申し訳ない。よし、じゃあ4番、いきましょう。で、これは面積比の問題をね、いっぱいやってほしかったんで、2問続けて出しました。普段の受験の時に出ることはないです、2問連続ではね。で、同じようにやっていきましょう。じゃあどっちで、今両方行こうか。で、結局今またここ S って置くんですけど、やること同じなので、結局ね、S がここまでは同じなんです。あと、まとめるとマイナス4引く P って同じことやっていくから、その三角形 ABP の面積をまとめていくと、マイナス 3P 引く12は同じですよって。ただ
2対5なんで、三角形 OAB12 じゃないですか。だから12対 S の、ここが2対5に変わります。つまり、12対 S イコール2対5でしょ。中、中、外、外やるから、こうなって2で割るから、面積30になります。今度ね。だから、これイコール30ってやって、あとはちょっと計算していくと、こう。こっち逃げるよ。P イコール、これ答えだからダメだね。大きく書かなきゃ。ん？なんかおかしいね。これ違う、ごめん。42か。で、P イコール割ると、待て、気をつけよう。14か。これが答えになります。かなり、ね、簡略して説明しましたけど。じゃあ4番に関してはもう一個のやつもね、あと残しておきましょう。今消しちゃったからさ、3番は。で、さっきと同じ説明になりますが、三角形 OAB と ABP、高さが共通です。切ってるけどね。左も右も高さ同じだからさ。だから、底辺の長さの比が面積比とダイレクトにつながる。で、さっきと同じように、上は4ってもう分かってるから、底辺。下の底辺の長さ X って置きます。それが2対5だから、これちょっと、あれがインクがね。4対 X イコール2対5。中、中、外、外すると、こうなる。ね。X イコール10。だからこれ気をつけなきゃいけないのは、10だから P イコールマイナス10って書くのは気をつけてね。今出したのは、この長さが10です。ここね。で、座標は、こっからさ、ここまで離れたのが座標になるから、4離れて、10離れてるから足して14離れる。つまり、14下に行くから、P イコールマイナス14って、まあ、2個書いちゃうけどさ、こういう風にやってください。ではちょっとね長くなってしまったんですが、今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回はね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。でひとまずこれで8本かな連続で撮ってきたんですが、まあ、この章は1回ここで一区切りになります。まあ、また後でね動画足すとは思うんですけど、まずここまでね、ご視聴いただき本当ありがとうございました。で、他の章とか、他の学年も撮っておりますので、まあ、もしよかったらね、他の動画もぜひ使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。